はいどうも、りゅうでございます。パズドラガチャ、ガチャやっていきたいと思います。パズドラといえばガチャ、ガチャといえばパズドラ。はい、ちょっとね、このこの新龍騎ガチャっていうのもすごく魅力的なんですけど、俺のようなパンピーにはちょっと手が届かないで、考えた時に、新学期ガチャで持ってないやつを引いていこうということにしました。ていくと、バレリア持ってんだね。バレリア、おぉ、イシス4体いるね。ヤマタノオロチいないな。アテナがもう少し欲しいかな。アテナがもう少し欲しいね、これね。鬼のように強化されたからね、頂点覚醒みたいになってる。これは嬉しいことですよ。で、アマテラス、みんな学生証になるからね、全部2体以上確保ですよね。なんでこんなとこに赤ずきんちゃんがいるんだ。飼育部、あ、これも、あ、そっか。なんで1体しかいないんだろう。そんなわけないよね。間違って売ったのかな。で、こう見ると、持ってないのはヨグソトース、ヤマタノオロチ、ヘスティア、エリカ、ファミエル、ルシファー、アポロン、ロッタロッタ、ハトフル、不動明王、スサノオ、ロキ、いっぱい持ってない。いっぱい持ってない。てか、星4の子たちはリストラされたんだね。もう銀は出ないってことね。やるしかねえ。ちょっと多すぎるわ、持ってないの。でも一番高いバレリアを持ってるっていうね。なんでだろうな。交換したのかな、俺。いきます。早速虹。おお、スサノオ。あ、似た人持ってました。はい。おお、よし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 、アテナ。もうちょっと欲しかったんでね。ありがたや。おお、なんか調子いいね。あとこれ。これは初めて。はい、金。山のように出たよね、これ。テウルギア、山のように出たから山のように売ったわ。でも今度は武器になるんでね、しっかり取っておきましょう。すげえ、まあ虹ばっかりか。あ、早速出た、動いてる。早速出たわ、木を。めっちゃ動いてるわ、キオのサッカーボール。キオ流サンダーシュート。一旦の間、操作時間と光属性の攻撃力が3倍。え、これ操作時間も3倍ってこと。全ドロップのロックを解除し、水光回復に変化。なるほど。これってあれだっけ、あ、
ちょっと俺の無知が、俺は無知なんであれなんですけど、アシスト進化したら元に戻せるんだっけ。まあちょっとそこら辺も調べないとな。ドルセイ、何が出る。またテオレギア。まあでもいいでしょう。 3個までは。おお、まあほとんどほとんど虹なんだけどね。ダイヤなんだけどね。あ、持ってない。不動明王でしょ。才蔵持ってるな。サスケだ、間違えちゃった。才蔵は違う。まあ持っとくか。まあただどうして、どうしてこんなにスタノンが俺の元に。ああ、いいシス、ありがとうございます。お、やった、ヨグソトース、ありがとうございます。これキモってみんな言ってたよね女の子だったんだとかね。ドッドヨグソ、これ何これ。アズラ学園の身分証、これが必要なんだ。ラスト、こいしょ。6か20か。いやでも良かったんじゃない、これ。かなりいい結果だったんじゃないでしょうか。かなりいい結果だったよねこれ。イシタル狙いは出たよね。アテナと、なんだっけ、キオ、アテナとキオ、この狙いは出ましたね。あと持ってないやつっつって。ただちょっとヤマタの、ヤマタじゃねえや、スサノオがね、なんかめっちゃ出ちゃったっていう、3体も出ちゃったっていう、残念な結果にはなりましたが、まあ全体的には良かったよね。全体的には。気をつけないといけないのは、星4を売らないようにしないと。星4。もう手に入らないってことでしょ。だって星4手に入れ方はあんのかもしんないけど、火がないよね。あ、赤ずきんとは一応全色は揃っている。まあこれが救いですね。2体以上いるやつしか無理ですね。はい、というわけでね、新学期ガチャ引いていきました。皆さんはどんな感じだったでしょうか。ぜひ教えコメントにて教えていただけると嬉しいです。ではでは、お疲れ様でした。バイバイ。